い、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていくんですけど、今日はジャローダをね使っていきたいなと思います。まあジャローダといえばね、ヘビにらみだったり挑発だったり、まあ壁だったりで、まあ結構ねサポートするポケモンのねイメージが強いと思うんですけど、今回のはバリバリのアタッカーで控えめ C 特化ジャローダ使っていきたいなと思います。まあ技構成がね、竜の波動リーフストーム、地面テラバーストで、素早さがブリジュラス抜きということで、まあだいぶね素早さを落としたジャローダをね使っていきたいなと思います。でまあ今回は、まあ、ジャローダねスタンダードな構築に投げていこうかなと思ってて、海流ブリジュラス系の構築、まあ、サーフ号とかに投げていこうと思ってて、まあ、ジャローダってリーフストーム最強なんですよ。なんでまあ C 上げつつ、まあ、竜の波動テラバーストで範囲取って、全てをね貫いていきたいなと思います。でどうしよっかな、まあ、ガブ初手でもいいんだけど、まあ、キューコン初手でもいいなといったところで、いやキューコンだな、まあ、キューコン、いやーむずいな、これガブでね結構テラス吐かないといけないような試合になりそうで、まあ嫌なんで、まあできれば、ガブにテラス吐きたくないんで、まあキューコンから行くという感じで、よろしくお願いいたします。まあそういえば今回パーティーに歌うラウドボーいるんですけど、まあ今動画撮ってるのが24で、23に雷撃っていうねポケモン対戦オフがあって、まあ歌うラウドボー相手が使うの強すぎたんで使ってたんですけど、まあなんか、まあ、ぶっちゃけあんま強えなと思えなかったんだよな。まあなんか歌うね相手しててマジで強くて、なんだそれ、なんか剥がれテラスとかじゃないよね、さすがに。剥がれってさ、あーまあ炎テラバースト打ってんのか、まあまあまあでも壁張ってるんで、まあ全然 OK かな。でもでもまた、あーまあまあまあ、まあまあ OK か OK か、まあジャローダで、まあ、全てを貫いていきたいから、まあ、マリルリがリーフストームの起点にできないっていうのはあるけど、どうしよっかなこれ。まあガブ無理やり引いちゃおうかな、ここ壁もあるし。でステロ巻いてじゃれつく耐えて地震打ってとかでいいかな。まあここはじゃれつく多分打ってこないと思いたい。あ、オッケー。まあ、初手球根だったんでね、もしかしたらフリーズドライとかの可能性も考えたのかもしんないけど、まあしっかりとただの壁なんで。で、ステロ巻いてから地震でいいかな。うん、まあ、マリルリ多分ね、こっから地震耐えるんだよね。俺のガブの火力がないから。で、まあ、テラバーストのダメージで、火力ないのはバレてると思うし、あ、でも硬いな。A ダウンしないでかい。で、A ダウンしない場合は、地震で落ちるかな。まあギリ落ちなそう。まあでもなんかサメ肌込みで、ああ落ちるわ、強ガブ。まあリーフストーム圏内行けばいいかなと思ってたけど、なんかもう展開いいですね。まあキューコンガブがねそもそも強くて、で裏のエースとして、まあ今回ジャローダ入れた理由が、ヘイラッシャーに強めなやつが良かったんだよね。最近スタンにヘイラッシャーもうバリバリ入ってるから。あーちょっと待って、ミミッキュね嬉しくないんだよな。まあミミッキュが嬉しくない理由としては、実はこのジャローダが、まあミミッキュに抜かれているというのがあるんで、まあでも地震地震で壁あるんで、まあリーフストーン当ててそのまま攻撃していけば、まあ勝てるんじゃないかな。まあジャローダね、竜の波動とかが警戒されづらいっていうのも含めて、なんか結構強いなっていうふうには感じますね。で、まあ、ガブ耐えたら美味しいんで、まあ、厳しでも打ちますか。まあ、奥でもね、なんか奥予選4-3でなんか予選落ちしたんですけど、なんかガブ9個はね、結構強かったけど、まあでもなんかみんなやっぱ9個はもう、倒せるようにしてるなーっていうのは感じましたね。うん、まあ、ジャローダ投げます。てか、技配置汚な。あんまり技配置気にしない俺でも、このリーフストーム一番下は、汚いね。ちょ、上取ってて。まあまあ上取ってない気がした。いやこれね、まあ最速ブリジュラス抜きにしてるんで、まあ上取ってないだろうなって気はしたけど、まあいいでしょう。当ててくれればね、OK。まあこれでも、まあ相手テラス入ってるから、もうテラス開かれてる状態だと、多分ジャローダ絶対止めることができなくて、で、キューコンって、まあキューコンのガブリアスの圧って結構、まあそのサポートの2体なんだけど、相手にテラスを吐かせる性能が高いっていうところで、まあこれちょっとだるいぞ。いや、だるくないわ。全然リーフストームでいい。当てるなら。あ、オッケー。で、落としてオッケー。勝ちということで、対戦相手の方、ありがとうございました。まあ、これはね、
まあ、テラバーストの竜の波動も生きなかったんですけど、まあ、リーフストームからのエースが強かった試合なんじゃないかなと思います。対戦相手のナッツさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。イレブンさん、よろしくお願いいたします。まあ、今回の構築ね、分かってはいたけどサザンドラが重くて、まあ、重いけど壁プラスジャローダでゴリ押したんで、その試運転で当たった時ね、うん、まあ、ガブジャロキューコンでいいかなとは思います。ただまあ、クエスのルミコにジャローダが強めなのは結構偉いんだけど、まあ、瞑想アシストパワーはなんとかなるか。まあ、ラウドボーンもね、ありっちゃありなんだけど、なんかドヒドイデとかいるからね。あ、ちなみに今回ジャローダラム身代わりなんだけど、まあ、ちょっと過剰じゃん、ラム身代わりって。あの身代わりはヘイラ社に欲しくて、最初残飯で使ってたんですよ。ただキラフロールヘイラ社みたいな構築に当たった時に、まあ、ガブ級で選出したかったんだけど、ガブ級ジャローダか。で、なんか毒ビシを考えるとちょっと怪しいなと思って、ラムにしてきました。で、最近マスカーニャとかでも、もうみんな結構毒ビシ巻くことが多いんで、まあラムじゃないとちょっと安定しないかなっていうのはありますね。はい、対戦相手のイレブンさん、よろしくお願いいたします。まあ、キューコンに対しては、まあ相手の磁場コイルが相当強いんで、まあガブでさっさとステロ巻いて、キューコンで壁張って、磁場コイルにガブでサイクル回して、最後なんかどっかリーフストーム圏内のポケモン見つけて、全てを貫くみたいなプランでいきたいですね。まあ、クエスパから来るから。クエスパから来るなら、まあ、ちょっと話は変わるんだけど、まあ、ステロドラテでいいかな。ルミコでしょ？うん。まあ、初手はルミコだよね。で、まあ、今回のガブ、HD 振ってるんで、マジシャ耐えそうだけど、キューコン投げる、壁張る、ドラゴンテール、あ、ガブ投げ、ドラテでもいいな。これマジシャだからね。まあ、キューコン投げよう。まあ、この試合ね、キューコンの HP いらないんだよね。ステロと、オーロラベールと、盤面を整えるって仕事が前の2匹に必要で、まあ、ラストジャローダで全てを貫くっていう試合なんで、マジシャだよね。そうだよ。オッケー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 。で、まあ、ベール張る、ガブ引く、いや待てよ、まさかの話、もうジャローダを展開するっていうのは実は結構ありだと思うんだよな。だってこれ D 上がるじゃん。うん、まあ、分かってなかったわけじゃないんだけど、なんかガブで荒らしてからでいいかなって。なんかエースは最後に展開したいっていうのがあるんで、なんかうわだけどギリうわじゃないか。ルミコ打って欲しかったな。瞑想かならガブ引きドラテしたかったけど、まあドラテもね、ちょっとリスクがあるんだよね実は。炎テラバーストとか、マジでやめてね。瞑想、はい、いや、まあ、瞑想積みまくってくる分には、まあ、最悪いい。バトンとかがあるとね、ちょっと嫌だけど、まあ、リクスト当てて、いや、強いな。うん、なんか、瞑想との打ち合い、壁があったらリクストーンがいけるし、こうやってジャローダ C 特化してるんで、まあ、本来、相手から警戒されない火力を、叩き込んでる感はありますね。バトンで、ジャローダに対してバトンするって、まあ、ブリジュかサザンだと思うけど、ブリジュはブリジュで、オッケーかな。ジバコは、いやもうオッケーです。地面テラスなんで。まあ、できれば当ててほしいかな。あ、オッケー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 。はい。で、まあ、これ範囲が刺さりますね。まあ、ジャローダといえばなんか岩テラバーストで炎への打点とか、まあ、炎テラバーストっていうイメージが強いんだけど、今、鋼の強いやつがサーフブリジュじゃん。で、ブリジュは炎等倍なんで、まあ、地面結構相性いいっすよね。で、まあ、地面の裏目が、いやー、マスカーニャ、裏目、あるんだよな。ガブ引きにラスターカノン。で、相手 D2 段階上がってるでしょ？いやー、まあ、しゃーないか。ま、さすがに地面テラバースト打ちます。オッケー、相手テラス切ってない。まあ、2加速で多分、2加速どころじゃねえか。瞑想2回だけど、加速はありげんし、いやー、やっぱガブでドラテで流すべきだったな。いやー、まあ、瞑想、ないかな。なんか守る。マジシャ、ルミナコリジョンなんかだと思ってたから、やっぱ柔らかいな。まあ、正直ちょっと、
まあ瞑想ないなと思ったんだよね、初手のクエスパトラ。まあトレンド的に瞑想絶対ないからね。ただまあちょっと焦ったところありましたね。これでなんかマスカーニャとかで全然切り返されちゃうんだよな。やめてマスカーニャガチで。あーサザンはまあ壁あるもんね、ギリで。サザンガブの HP がこんだけあるから、まあ頑張ったら勝てるか。まあ竜の波動でいいっすね。竜の波動ケアする？あ、しないよね。オッケー。いやなんかこういうこの技構成のジャローだってケアできないってか、まああんまりしたくないから、まあこんな感じで通っていくよと。で相手、ルミナコリジョン、マジカルシャイン、瞑想、バトンタッチ全部見えたんで、なんか身代わりとかの卓にならないから。待って、上取れてないじゃん。いやでも上取れてないけど多分上取れてると思うわ。オッケー、ありがとうございました。まあ上取れてなくても耐えるしね。まあということでね、なんか地面テラバも生きた試合だったんじゃないかなと思います。まあ1戦目はなんかイージーウィンで、2戦目結構こういう試合になりますね。でも本来はガブとキューコンでもうちょっと荒らしてからジャローダーでこんな仕事しないで済むようにしたいですね。うん、はい、対戦相手の方が見つかりました。ラメーさん、よろしくお願いいたします。いやまあジャローダ投げても良い、投げても良いというか投げたいんだけど、まあ相手のマスカーニャガブ対面テラス切らなきゃいけないところかな。切りたくねえんだよな。まあ切りたくないということを考えるのであれば、初手キューコンから入ってガブジャローダがかなり良さげという話にはなってきますね。まあラウドボーンもね、毒ビシが痛いからな。うん、まあブリジュでもいいけど、ラウドボーンを崩せない可能性がかなり高いというふうに判断しているので、まあこの3体でいきましょう。対戦相手のラメーさん、よろしくお願いいたします。まあ初手マスカーニャに対しては、まあ鋼テラバースを打たれたらもう負けでいい。いや負けでよくはないけど負けだよねっていう。あーポリね、はいはいはい、ポリか。いやポリね、まあ最近のトレンドデンジャーなんで、でここでデンジャー打たれるの嬉しくないから、あーまあガブ引いてもいいんだよな。でもさすがに壁張ってからガブの方がまあいいよね、もう分かるんだけど。いやーミストフィールだったらな、ミスギ押してるけど、まあベール張るか。まあしゃあない、ちょデンジャーは避けろ。まあレートビームケアちょっとしてもよかったけど、ガブ引きバックで、あーデンジャーだよね。まあどうせトラッタシャドウなんだよね最近は。まあこいつばっかいるんで、まあちょっと一手読みしてもよかったけど、まあガブの動ける回数を考えると、まあちょっとこっちでもいいかな。うん、でこれそうなると多分壁がある状態でジャローダが行動できるかって言われて怪しいんだよね。もう一回キューコンで壁を展開するのが、何も引かないでね。さすがに何も引かないで、オッケー、偉すぎ。まあステロでもう荒らします。まあラウドボーンが厚底だとちょっと嫌か。まあでもラウドボーンが厚底だったら海流にステロが入るから OK で、逆だった場合は、まあ、海流に入らないから全然 OK ではない。相手引っ込める、ガブに後投げできるやついたっけというところで、ラウドボーン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 か。はい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 。まあでもこれは実は OK で、まあ、今回、あーでも鬼ってラウドボーンにテラス吐かせない可能性あるのか。まあ、だったら、まきびし打つわ。これ、ラウドボーンに本当はテラス吐かせたいんですよ、ガブで。で、あ、テラス吐かないよね。あ、多分、鬼火で無理やりテラス吐かない選択肢を選んできたと思うんですけど、で、その場合、まあ、地面テラバーストが抜群で、で、最近のトレンドは水テラスなんで、まあ、なんか、リーフストームと地面の打点の押し付けで、まあ、ある程度弱点つけんじゃないのっていう話をしてるところです。まあドラテで、まあたたり目かな、ドラテ考えると。ちょ、フェアリーテラスやめてください。たたり目偉い、あー硬い、偉いで、まあ厚底だと嬉しじゃないと嬉しいかな。でラスト誰ですか。あーポリカーラスト見れない。いやーどうしよっかな、ドラテで荒らしまくってもいいな。てかラストをできれば見たいんだよな、ラスト。いやラスト見たいな。ただここでマキビションフルで巻いてもう一回壁を展開するっていう話はあるな。いやそっちにしよう。マキビシフルで巻いてもあんま意味ないんだけどね。まあジャローダで、まあ、全てを貫いていきたいっていう考えのもとなんで、でマキビシ巻いてキューコン投げる、
で、まあポリガイ HD なんでジャローダで突破するのがちょっと時間かかるから壁があと2ターンだよね。なんでまあ巻き菱もう一回巻きまして、はい、で9個引いて壁張る。まあ初手ガブでもよかったかな。はいはいはい、自己再生。まあドラテしたいけど、したいけど壁がなくなっちゃうんで、まあ9個引いておきましょう。まあ相手にねポリゴン2入りって相手ステロ巻いてくることがほぼなくて、まあガブがエースでブリジュがステロとかの形が多いんだけど、まあブリジュラス1で残ってるってことはほぼないから、まあガブか海竜だろうね。いやー海竜が厚底だとちょっと嫌だな。トラーターで、これはもはやデンジャーで安心して受けることができる。でこれ上取られてると思うんだよね。だからベール、まあ痛み分けても良い。ガブ引いて、あーオッケー、引っ込めてくれる。ちょマジで動いて、ラウボ海竜。なるほど、お前ガブ、えブッツアンコリュウマイ、アンコリュウマイはえでもスケショとかじゃないから、まあガブ引きで裏目あんまないよね。リュウマイアイススピナーでサメ肌触らせる。いやてかテラス、いやあんこじゃないのこれ、あんこじゃないとしてはテラス切ってほしい。いやーでもねガブでテラス切っちゃうとラウドボーン捨て巻き入るけど落とせねえんだよな、竜の波動じゃ。だから地面テラバーストは取っておかなきゃいけないから。まあ、ちなみにジャローダのね地面、まあそうだよねテラス切るよね、ジャローダの地面ね結構強いんですけど、まあ裏目というか弱い点もあって耐性があんまり優秀じゃないんだよね。で炎の方が耐、あこれだって前期のやつじゃねこれ、なんか薄々感じてたけど地面テラス見て前期のやつだろこれ。はい、実心、うん、いや全然いい全然いい全然いい、前期の上位構築のやつだな。あーアイスピア、あだったら居座りたかったけど、まあドラゴンテール安定かな。まあどうせ上取られてるでしょ。はい、アイスピナー OK でサメ肌触らせます。であれか、カイリーは捨て巻き通らないけど、これでジャローダ一貫してって感じか。だから相手はポリで多分デンジャーをジャローダに打ってくるけどラムの実持ってるんでっていうので、まあラムの実、まああんまり生きないけど、まあ悪くはない。いや技配置汚すぎる、リーグストームで。これなんかマヒッタ9コンで2回壁展開できたの結構でかいっすね。でこれ相手多分ポリ引いてデンジャー入れるでしょ。ラウド捨てか、ステロマキビシギュインギュイン、リークストーム、リークストームで落ちるか怪しい。まあ当てれば落ちるか、地面テラスを切る裏目、いや当てるならリークストーム打ちたいか。まあ外したらそっから地面テラまでいっか、これは。あ、オッケーオッケーオッケー、だから死とか火力やばいな。ラウドボンってこういうの大体 HD なんですよ、もう世の中の。なんだけど、ジャローダの C 特化。でも C 特化で言っても139だからね、ジャローダって。クレセリアと同じ特攻しかないけどね、特性と技でめっちゃ軽くあるようになってる。で、まあポリゴン2でしょ。で、これはもうリーフストーム打たなくていいんじゃない？で、弱点って見たときに、まあ冷凍ウィームが被ってるのは弱いけど、まあさすがに相手、まあトラアタカが DL 調整しとけばよかったな、今見たけど。まあ、テラバ打って、さすがに壁があるから、まあ、これもなあ、まあ、でもラムだとデンジャーがね、まあ、地面テラバーストで、まあ、プラス4地面テラバーストで落ちんじゃない？まあ、リーフストーム当てるならいいんですよ、当てるなら。リーフストームで。まあ、ただ、リーフストームはね、うん、外す可能性があるんで。で、まあ、地面テラバで落ちんのかな、孤立硬すぎるからね。なんか、リーフストームだったら落とせそうだけど、地面テラバーストだと、耐えてきそう。ただもう地面テラバ打って硬っ。まあまあまあそうですよね、デンジャー透かして、まあ地面テラバ打って壁も残ってるから、まあ地面テラバ打って、あオッケーオッケーオッケー、ありがとうございました。まあ海竜にワンチャンリーフストーム打たなきゃいけなくなったけど、まあそれはそれでしょ。ということで、まあいい感じにね勝てたんじゃないかなと思います。まあジャローダね、まあ結構素早さラインを落とせるぐらい、まあ早いんで、まあ、ガブ抜きにするか、もうなんかいっそブリジュラスまで落とすかっていうところで、
まあガブは9コンとかでねなんとかなるんで、まあ今回ブリジュ抜きにしたんですけど、まあかなりね結構強かったですね。まあただやっぱねなんか残飯の方がね強いんですね。ただまあ毒飯考えるとラムなんで、まあ個人的には性質を多くしたいならラムかなと思いました。ということでね、よかったら皆さんも使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。